皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみうぷ主のみーです。皆さんどうもこんにちは。噂の20億年に一人の美少女、霊夢ちゃんだよ。そんな噂聞いたことねえよ。皆さんどうもこんにちは。おなじみマリサだぜ。ということで今回は、年末年始恒例の、モンストガチャに挑戦していきたいと思います。今日で今年もいよいよ最後。果たしてうぷ主はいい引きができるのか。それでは来週お楽しみに。それじゃあとっくに年越し決まってんじゃねえか。今回は、本赤とサブ赤で引いていこうと思います。それじゃあ早速やっていくぜ。今回は、オールスター感謝ガチャを引きたいんだけど、その前に、今年最後の運試しとして獣神祭を20連引いてみるね。ここでいいの引き当てちゃったらきっと来年は。まあとにかく引いてみろよ。うん、それじゃあ1回目。ここでいいの出ちゃったら来年何が起こるかわからないから、加減お願いね。加減しないでー。とりあえずなんか出すわ。ウリエルあたりが出てくれたらいいな。さあ1回目の結果はどうなったのかしら。続きはウェブで。この場で発表しろ。まだまだ。おお、紫式部よ。とりあえず星5が出てくれてよかったな。それじゃあ2回目いくよ。次はきっと伝説の巫女白霊霊夢が出るわね。出ません、出かいません。とばー。なんか開けるの嫌だ。さあ結果はどうかな。全部星5ね、それ確実にバグだろ。ロビンのフットさんだ。それじゃあロビンってやつの足みてえだろうが、そもそもフットじゃなくてフットだろ。じゃあロビンフード、ロビンの飯じゃねえんだよ。あ、ちょうど星5確定ガチャが引けるみたい。俺が頑張らなくても勝手に星5が出てくれるからいいよな。お前普段頑張って星5出してんのかよ。一体どの星5キャラが出たかな。アブナムーと X ね。獣神カゴの見た目が好きなんだよねー。それではまずはサブアカからオールスター感謝ガチャを引いてみます。このガチャめっちゃ豪華だよ。え、世界一周旅行とか当たるの、そういう意味の豪華じゃねえ。俺のサインとか当たったりして。ああ。露骨にいらねえって顔だぜ。星6が2体も当たっちゃうんだよ。おお、それはガチャ運がないウプ主からしたらありがたいわね。早速。あ、これサブアカだって忘れてた。次はきっと出るわよ。おお。あ、ローザだ。初ゲットのキャラね。お、星6になるぜ。これは進化の方だね。進化はかっこいいけど神化は可愛いのよね。出るか。おお、大凶小凶だ。この大凶小凶は普通に星5が当たった感じね。で連続。やったー、アリスだ。この霊夢ちゃんと同じくらい可愛いわよね。何言ってんだこいつは。おお、アリスも進化したね。サブアカじゃ持ってなかったしよかったじゃない。うんうん、嬉しいよ。以上がサブアカの結果だぜ。それでは最後に本アカで引いてみたいと思います。奇跡が起きるといいわね。あ、なった。お前が鳴らしてるわけじゃねえのかよ。これはもしかして、もしかしちゃうかもしれない。さあ結果を見てみましょう。いきなりカヌ。からの最後歌かもりだぜ。このガチャでは神川でないのかしら。でも出てくれるだけいいよ。あと一体はどうだ。ああ、ジキル&ハイドの獣神化じゃない。獣神化も出るんだね。ガチャ運最悪のウプ主が、今年最後のガチャで奇跡を起こせたんじゃない。ああ、こんなにたくさんいいキャラが出てくれるなんてびっくりしたぜ。ここまでご視聴してくださった皆さんありがとうございます。今回、本赤とサブ赤でフレンド募集をしたいと思います。こんな私でよかったらぜひフレンドになってくださると嬉しいです。どうしても上限があるので、すべての方とフレンドにはなれないのですが、この機会にぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、良いお年を。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい、いい結果で今年が終われてよかったぜ。それじゃあまた次回も勝負しような。